どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。僕今までですねテキストエディターアプリいわゆるノートアプリとしてノーションを結構ねたくさんご紹介してきたんですけども、今回はですねそんなノーションと最近並ぶほどね人気の高いアプリクラフトってアプリをご紹介しようかなと思っております。比較的最近リリースされたアプリなんですけども、皆さん名前ぐらい聞いたことあるよって方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。結構最近人気のアプリです。で今回僕もですねこの、僕がね発売する本はかどる紙 iPad っていうね12月17日発売する本の原稿、こちらを全てクラフトを使って執筆しました。というわけで結構やっぱりね使ってみると人気なだけあって使いやすいなって点があったので、今回はそのクラフトの基本的な使い方とか魅力、あとはノーションと比較されることが多いのでノーションと比べた時のいいところとちょっと惜しいところみたいな話をしようかなと思っております。というわけでねこの動画実は撮るの2回目なんですけども、なぜか昨日撮った動画がねロストしちゃってました。これ2回目撮影行っております。2回目なので、ね、より分かりやすく説明できると思うので、クラフトの魅力とか使い方知りたい方はぜひ最後まで見ていってください。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけで今回はテキストエディターアプリクラフトのね使い方とその魅力をご紹介しようと思います。で今回もですね iPad の画面をお見せしながら一緒に解説していこうと思うんですけども、クラフト今のところ iOS、iPadOS、MacOS で使えるアプリになっております。でノーションって結構ね iPad とか iPhone で使いづらくて、やっぱりまだパソコンメインみたいなアプリのねイメージがあるんですけども、このクラフトはですね iPad とかでもめちゃめちゃサクサク使いやすくて、むしろね iPad の方が相性いいんじゃないかなってぐらい本当ねモバイルに特化したアプリなんですよね。そういうところも含めて今回は iPad での使用感をご紹介していこうと思います。まずはアプリを開くとこんな感じの画面になっていて、サイドバーとノートっていう感じですね。でサイドバーは結構 Apple 純正の ToDo アプリみたいな UI をしていて、この辺の UI の使いやすさっていうのも結構特徴の一つだったりします。で内容をお見せできないんですけども、僕ねこのはかどる紙 iPad 原稿っていうフォルダの中に52のねページを作っていて、こんな感じでですね原稿をずら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 ーと今回クラフトだけで執筆させていただきました。結構ねクラフトすごい使いやすかったので、今回このクラフトを使うことによってほとんど8割ぐらいの原稿は iPad だけで完結してきたので、ここら辺もねすごく、まあ、役に立ったなというかお世話になったなと思います。というわけで早速ねクラフトの基本的な使い方をご紹介していこうと思うんですけども、クラフトはテキストエディターアプリなので、まあ、いわゆるメモアプリです。 Apple 純正のメモアプリをさらにビジュアルリッチにして使いやすくしました、そんなアプリっていう風にイメージしてもらえると分かりやすいのかなと思います。なので、まあ、こうやってね文字をバーッと打ち込んでいくようなテキストエディターなんですけども、まあ、もちろんですね文字の太字、あとはイタリック、斜体ですね、で打ち消し線とかこういったスタイルの変更っていうのも簡単にできます。フォントも全部で4種類用意されていて、この文章の横にね3本ラインがあるんで、ここをタップしてもらうとこの下にポップアップが出てきます。で基本的な編集は全部このポップアップからするんですけども、文章のスタイルを変えるときはスタイル押してもらって、この中からですね、はい、フォントをね自由に変更することが可能です。ここだけちょっとねセリフっぽいようなフォントをしてみました。でさらにこうやってマーカーを引いてね色を変えたりとか、テキストの色もテキストを一部選んであげて、この下のツールバーからねこのマーカーみたいなボタンを押してもらって色を変えることも簡単にできたりします。こんな感じですね。でさらにですねこのクラフトっていうアプリはノーションとかと同じくブロック型のテキストエディターになっております。このブロック型のエディターのいいところっていうのは、例えばこの下の文章とかも右のね文章の右のこの3本ラインを持ってもらうと簡単に位置をこうやってずらすことができるんですね。こういう風になので文章と文章の順番を入れ替えたりとか、写真をグーッと上に持ってったりとかっていう風な編集がすごい簡単になっております。でノーションのブロックエディターって結構ねなんか使いづらい点があって、何かっていうとコピー&ペーストなんですよね。これブロック型のエディターってこの1文章1ブロックのコピーとかすごい簡単にできるんですけども、ブロックを超えて下のブロックまで含めて一斉にコピーするのって結構難しくて、ノーションとかだとブロックを超えたコピーって割とやりづらかったりするんですよ。なんですけどもこのクラフトの場合はブロックを超えてねこうやってバーッと選択してもらって、コントロール C を押すとクリップボードにコピーっていう風に表示されて、このままねメモアプリとか他のものにペーストするとはい、こんな感じでちゃんとコピー&ペーストできるんですよ。
ここがね、結構今までのブロックエディタの欠点というか使いづらさだったんですけども、クラフトはこの辺もしっかりね使いやすいように改良されています。で、あとはノート内に写真を読み込んだりすることも簡単にできるし、あとはその写真にですね、このキャプションをね、ちっちゃい字をつけたりすることも簡単にできたりします。で、自分の持ってる写真だけじゃなくて、この1個下のものとかだったら、これアンスプラッシュっていうフリーフォトサイトがあって、そことアプリが連携してるんですよ。なので簡単にこのアプリの中からアンスプラッシュのかっこいい画像とかを探してイメージ画像として貼り付けることができます。ちょっとやってみましょう。写真の追加はですね、こうやってカーソルを合わせてあげてプラスボタンを押してあげると、下からポップアップが出てきます。で、自分の写真の場合はライブラリで、写真撮影する場合はカメラで、あとはね、表なんかも簡単に挿入できるんですよ。で、今回はアンスプラッシュっていうフリーフォトの写真なので、このアンスプラッシュ選んであげます。まあ、そうするとたくさん写真が出てくるので、例えばですね、何しようかな、マウンテン、山の写真を、ね、探したい場合はこうやって検索してあげると、いろいろねかっこいい写真出てくるので、選んであげると簡単に挿入することができます。まあ、こんな感じでですね、写真の挿入、フリーフォトの挿入も簡単にできます。テキストだけじゃなくて、 Apple Pencil を使った手書きの文字とかスケッチも簡単に挿入することができます。それがね、今ここにスケッチも書いて貼れるって書いてるところなんですけども、これどうやってやるかっていうとね、これもさっきのプラスボタンからです。プラスボタンを押してあげるとスケッチってのが出てきます。で、これタップすると、はい、こんな感じで純正のペンツールキットが立ち上がるので、こっからですね、普通にもう適当にお絵描きとかをしてもらうと、で、完了ですね。で、変更内容を保存すると、その場所に今描いたスケッチを埋め込むことができます。で、さらにこれもう一回ね押してあげると編集も簡単にできるので、まあ、ここからですね、例えばなんかいらないなと思ったら消してあげたりとか、逆になんかね加えてあげたりっていう風な、まあ、こういうことも簡単にできたりします。なので、テキストだけじゃなくて手書きメモとかも一緒にね入れられるっていうのが、割とこの iPad とかの相性がいいんじゃないかなと思います。というわけで、ここからはこまごまとしたスタイル的なものをね、こんなこともできます、こんなこともできますってのを一気にずらっとご紹介していこうかなと思います。まずはタイトルスタイル、いわゆる見出しですね。見出しは全部で3レベル作ることができます。ここに書いてるように、タイトルスタイル、一番大きなタイトルですね。で、サブタイトル、見出しスタイルっていう風に3つがあるので、例えばちょっとね、小説とか論文書くときとかに、第1章の第1項の2番みたいな感じで、そういうね、文章をレベルに分けて見出しで区別することができます。で、その下、今ちょっとね水平線を引いてるんですけども、ちょっとセクション区切りたいなって時は、ここで、ね、下のこの水平線のアイコン、これをタップしてあげると簡単にね水平線を出すことができます。で、この水平線も長押ししてあげて、スタイルからですね、破線にしたりとか太い線にしたりとかっていう風なスタイルも簡単に選ぶことができます。で、その下、チェックボックスですね。簡単にチェックボックスを作ってトゥードゥ管理もできるし、これチェックを入れると打ち消し線が入って、ちゃんとね終わったことが分かりやすくなっています。で、その下はトグル付きリスト、これはタップしてあげると中にね文章が展開されるので、コンパクトにまとめつつ、見たいときは情報を開いてみるみたいな、まあ、そういうことができますと。で、あとは普通のリストですね。リストこうやってリストを書いていくっていうのはもちろんのこと、その下に数字付きリスト、1234っていう風に自動で数字を入れてくれるリストも作ることができます。こうやってエンターを押してあげるとね、簡単に数字が更新されていくっていう風な、まあ、こういう仕組みのリストですね。で、その下、ここはですね、引用みたいな形で文章をちょっとね、セクションにまとめてあげることができます。横に棒1本引っ張って引用っぽい見た目にすることもできるし、あとはブロッキングって言って、ちょっとね、灰色のブロックで囲むことでコメントアウト的な使い方をしたりすることもできます。で、今ご紹介した機能ってのは、基本的に文章をこうやってね打ち込んであげて、そこから3点リーダーとかを押して、さっきのポップアップを出します。で、ここからですね、スタイルを選んであげると、見出しのスタイルだったりとか、あとはチェックボックスとかね、トグルボタン、リスト、数字付きリストで、この引用のフォーカスで、ブロッキングでフォント色を変えるみたいな形で、結構ねこのポップアップから全ての作業を行うことができるので、何か編集加えたいなって時はこのスタイルをチェックしてみてください。で、クラフトは URL をノート内に埋め込むと、勝手にですね、こういう風なカード形式になって、 OGP っていう画像とタイトルと本文ですね、こういう風なカード形式で変換してくれるんですよ。なので、ちょっと見た目がリッチになるようなリンクっていうのを自動で作ってくれます。で、さらにこのリンクカードっていうのはフォーマットをね、いくつかから選ぶことができて、この下に置いてあるね YouTube のリンクとかは少し大きめのカードスタイルにしてみました。で、これね、リンクを長押ししてあげて、
からね、レイアウトってものを押してあげると3つのフォーマットを選ぶことができます。今レギュラーなんですけども、これをカードにしてあげるとこんな感じでね、少し大きめのリンクに変わります。でさらにこのカードってのは横に3つ並べることができるので、例えばね、何かのリンク集とかをずらーっと貼ってあげたいとかね、そういう風にするときはこういうカードスタイルが見やすいんじゃないかなと思います。というわけで、ここまではノートアプリとしてのね、基本的な使い方をご紹介してきました。で今まで僕がご紹介してきたノーションって、ノートの中にさらにノートのリンクを作ることができて、ウェブサイトを作るような、ウィキペディアを作るような感じで、こう階層に入ってくるみたいな、そういうところも特徴の一つだったと思うんですけども、このクラフトもですね、ノートの中にさらにノートを作ってリンクすることができます。まあ、それがね、この下なんですけども、ウェブサイトのようにノートにさらに別ページを追加できる。これタップしてあげるとリンク構造になっているので、この中にさらにノートが展開されるっていう風な仕組みになっております。この矢印見てもらってもね、クラフトの使い方っていうさっきのページから一つ階層を入ったところのノートっていうのが分かるようになっております。なのでクラフトもノーションみたいに、ノートの中にさらにノートを作って何かね、詳しい情報を書き込むみたいな使い方ができます。でノーションとクラフトの大きな違いの一つが、クラフトってのはビジュアルリッチなんですよ。見た目がすごくリッチで使いやすいっていうところがノーションにはない魅力の一つだったりするんですよね。でそれがよく表れているのが、このノート内リンクのビジュアルのところですね。1個してみてもらうと、これね、普通のリンクになってるんですけども、この1個下、リッチなサムネイル付きのページも作れるっていうところで、これもさっきと同じさらに仮想ノートへのリンクなんですよ。でもめちゃめちゃなんかリッチじゃないですか。こんな感じでね、ちょっとこのノートのサムネイルというか中身も見れて、後ろに画像とかも置けて、結構ね、このリンクをリッチにできるっていうのがクラフトの面白いところだったりするんですよね。でこのリンクもすごい作り方が簡単で、こうやってね、テキストを入力してあげて、入力するとこの下に青い矢印アイコンが出てきます。これがリンクを設定するためのアイコンです。これ押してあげるとこんな感じでね、今自分が打ち込んだリンクページっていう文章をリンクにして、その仮想ページのタイトルにしつつ、こっからね、ノートまた書き込んであげるっていう風な、そういうことができます。でこれ戻ってもらうと、最初にね、普通にリンクを作るだけだったら上と同じような感じのすごいシンプルリンクなんですよね。でこっからこういう風なちょっとサムネイル付きのリッチリンクにしたい場合は、またこれね、長押ししてもらって、ここのね、スタイルってとこを選んであげます。で、モットーっていうところを選ぶと、今これページっていうスタイルになってるんですけども、これを1個右のカードに切り替えます。するとこのね、リンクのカードっていうのをどういう風にカスタマイズするかっていうのを自分で選ぶことができます。なのでちょっとね、やってみましょうか。もう少し大きいこういうリンクを作ってあげて、でフォントスタイルもクラッシーとかね、ちょっとこうスタイリッシュな感じで、背景の画像もこういう風に選んであげるとスタイル適用。はい、こんな感じでね、簡単におしゃれなリッチリンクっていうのを作ることができました。まあ、こういう風な、なんていうかな、機能っていうよりもちょっと楽しいのと作れるみたいな、ビジュアルをすごくリッチにするところにこだわってるのがクラフトっていうアプリの特徴の一つなのかなと思います。ノーションはこんなことないですよね。まあ、ここ両者の違いなのかなと思ってます。で他にもクラフトはノートの共有リンクを発行して、他の人と共同でこのノートを編集するみたいな、そういうことも簡単にできます。これね、ノートの右上を押してもらって、共有とエクスポートからシークレットリンクってのをね、オンにしてあげるとリンクをコピーすることができます。でそれを先方に送ってあげると、先方のクラフトからコメントを残したりとか、簡単にね、編集できたりっていう風な、そういうことができます。コメントも結構ね、リッチに残すことができて、こうやってね、要素を何か長押ししてあげると、またポップアップが下に出てくるので、コメントを残してあげて、はい、好評発売中とかねコメントで残してあげると、コメントがありますよってのがちゃんとね、表示されます。でこれタップしてあげると、他からね、どの人がどんなコメントしたのかってのを見ることもできます。こんな感じでね、複数人での共同編集とかにも適しているアプリになっています。はい、というわけでここまではクラフトのノート機能を中心にご紹介してきたんですけども、もう一個だけ面白い機能があって、何かっていうと、今ねサイドバーの下のところ、このノートアイコンに合わせてるんですけども、これをカレンダーアイコンに切り替えてあげると、はい、こんな感じ。これ何かっていうとね、カレンダーが出てきて、デイリーノートっていう、その日付と連動したノートっていうのを作ることができるんですね。例えば11月25日、昨日だったらこういう風に、僕のね、Amazon 売れ筋ランキング1位取りましたみたいなね、画像をちょっと貼って、簡単な日記みたいなものをつけることができるんですよ。日記以外にも仕事でこの日に書いた議事録とか、そういう風な使い方がいろいろ広がるんじゃないかなと思います。
例えばこれ11月26日今日とかの場合は、このページ、この11月26日のデイリーノートってのを1個トップページみたいにしてあげて、その中でさらにね、ノートリンク、さっきご紹介したリンク機能を使って日記を中に書いていくみたいなものもあれば、今日ねやった議事録をここに書くみたいな形で、この日発生したノートってのをトップから全部リンクしてまとめてあげるみたいな、まあ、こういう付け方も結構便利なんじゃないかなと思います。で、他にもですね、クラフトの面白い機能、便利な機能ってたくさんあって、例えばクラフトはスプリットビューをね、クラフト同士で展開することができるんですよ。しかもこういう風なノートの中に埋め込んだリンクしたノートってのをそのままね、こうやってスプリットビューで展開することもできるので、クラフトのページを見ながら他のクラフトのページを書くみたいな、そういうことも簡単にできたりします。で、他にもですね、こうやってメインのノートの中にリンクしたノートがあった場合、これやっぱりリンクじゃなくて別ノートとして独立して置いておきたいなっていうふうにね思った時は、ここからドラッグしてあげてサイドバーに持ってってあげると、このね、埋め込みノートからさらに独立ノートっていうのに簡単に変更することができるんですよ。なので後からの編集もすごい楽っていうのも結構このクラフトの面白いところかなと思います。で、他にもキーボードショートカットがめちゃめちゃ充実してるっていうのも割とこのノートアプリとしては使いやすいのかなと思っていて、普通ねアプリってこのコマンドキーを長押しするとこうやってキーボードショートカットが見れるんですよ。でもクラフトの場合ね、全てのショートカットキーを見るっていう風な項目だけが出てきて、これね押してあげると、はい、こんな感じでめちゃめちゃね、いろんなキーボードショートカットが用意されてるんですよ。コマンドキー長押しのポップアップだと表示しきれないので、あえてアプリ内のビューに飛ばしてあげるみたいなことをして、こんなにねめちゃめちゃショートカットキーが用意されてるので、使いこなせば使いこなすだけね、かなりこの文字入力とかテキスト入力の効率が上がるんじゃないかなと思います。まあ、こういったキーボードショートカットもしっかりなんですけども、今見てもらってる通りめちゃめちゃ使い勝手がいいんですよね。こうアニメーションもすごいいい感じに入ってるし、サクサク動くし、もう iPad とか iPhone でも全然使いやすいってところが、かなりねこのクラフトの特徴的なポイントなのかなと思います。はい、というわけでクラフトの簡単な使い方とその魅力をご紹介してきたんですけども、結構ね動画の途中でノーションよりここがいいですよみたいな話し方をいっぱいしちゃったんですけども、結構個人的にはですね、ノーションとクラフトどっちがいいかっていうと、別に勝負するもんじゃなくて全然性格が違うアプリなのかなって思っております。なんかね、簡単にまとめると、クラフトっていうのはこう純正メモアプリをめちゃめちゃ便利にしましたみたいなアプリだと思ってるんですよ。でもノーションってのは Excel とか Google スプレッドシートをめちゃめちゃ簡単にしましたっていう風なアプリかなと思っていて、両者の性格は全然違うんじゃないかなと思います。例えばノーションにしかない機能としてはやっぱりデータベース機能ですよね。ああいったデータベースはクラフトでは作ることができないんで、そこはやっぱりノーションに軍配が上がるかなと思うし、純粋なメモアプリとしての機能だったらやっぱりね、クラフトの方がビジュアルもすごい面白いし使いやすいし、クラフトの方が僕は優れてるんじゃないかなと思います。実際僕も本を書くにあたってはクラフトを使うところもあるんですけども、やっぱりクラフトが弱いところは一部ノーションで補ってあげるみたいな、そういう使い方もしていました。じゃあクラフトはどこが弱点なのかっていうと、僕が使っていく中ではですね、このクラフトってノート一個一個の共有っていうのはね、さっきご紹介したように共有リンクを発行することができるんですけども、例えばこの画面で言うと動画解説用っていうフォルダ、このフォルダを全部人に共有して、この配下のノート全部見せられるようにしたいなみたいな、こういうことができないんですよ。なので僕の場合も1ページ1ノートでクラフトでバーッと作成しながら、最後はノーションでテーブルデータベースを作って、そこにページ名と項目名と原稿リンクっていう風なものをね貼ってあげて、こんな感じなんですけども、まあ、こうやって出版社の方とやり取りをしていたので、ノーションはページを1個ね共有してあげると、そのページ配下のもの全部共有されるんですけども、今のところクラフトはそういう機能はなかったりするんで、この辺もですね使い分けが大事なのかなっていう風に思いました。実際クラフトの開発者のインタビューとか読んでみたんですけども、結構ねノーションのことはこうリスペクトしていて、でもノーションとは違う価値を自分があると思ってるんで、まあお互い頑張りたいみたいなね、まあ、そんな話をしていたところもあったりするんで、どっちも使いこなすことによってより文章作成とか人とねそれを共有することについての生産性が上がるんじゃないかなと思います。というわけで今日はですね、注目のテキストエディターアプリクラフトの基本的な使い方と魅力ご紹介しました。今日の動画も少しでも面白かったなとか参考になったなと思った方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。Now my wheel